吉田さん、参院選の公示が始まりました。で、各国政政党、9つの国政政党の演説がスタートしたんですけども、NHK 党がですね、3万回、4万回の再生回数を出すうちに、他の8党っていうのは横並びで数百回なんですよ、再生数がね。このようにデジタル戦略では100倍以上の差をつけている NHK 党が単独首位なんですけども、今に来てね、古いメディアとこういったインターネットっていう新しいメディアを使っている人の差がぐっと開いてきたっていうところがあります。ただ世の中の大前提はまだまだねアナログなんですよ、デジタル機器を使いながらアナログをやっているって感じですかね。これビジネスの世界でも同じような感じで、結局多くの方がアナログな仕事をしてるんですよね。で、そのアナログな仕事の中にデジタルをちょびっと上に乗っけてるって感じなんですよ。だから根底からデジタルスタートではないんですよね。吉田さんが言われてるように、デジタルコンテンツの販売に関しましては多少の値上げや値下げってあんまり関係ないんですよね。つうかデジタルコンテンツの値上げって簡単なんでね。で、値上げして売れないかっていうと別に売れるわけなんですよ。もちろん値下げしても売れますけども、じゃあ25万の商品を30万にしたら売れ数が落ちるかって言ったら、これほとんど一緒なんですよね。でも100円のものを110円に上げたら急に売れなくなるんですよ。そのぐらいアナログの世界ってのは熾烈な競争が行われていて、デジタルに取り残された人がまだうようよしてるんですよね。だから私思いますけども、デジタル産業に本当にスポッとねアナログな人が入ってくると、アナログの産業でバランスしてくると思うんですよ。もうちょっと高付加価値でね。今はデジタルが難しいからアナログに居座ってる人がね、お互いに過当競争しちゃってる状態なんですよ。で、デジタルの方はもう全然懐が広いんで、いくらでも高い付加価値と高利益を上げていけるってことになってます。いや、だからこの辺でね、40代50代の人を中心に IT を自分の仕事にする、 IT を自分の領域にすることによって、形だけのねアナログの上にポコンと乗っけたデジタルではなくって、スタートの第一歩から IT、 第二歩、第三歩、第4歩全部ねデジタルにしていって、付け加えるなら最終的にポコンとアナログがあるよっていう風な逆転を起こさないといけないのかなと思いますよね。ビジネスの形も変わって時代が変わったっていう風な言葉は知ってるけども、自分は変わってますかってことなんですよ。テクノロジーはどんどん更新されてます。でも自分の頭と行動は更新されてますかって考えると、多分更新されてないんじゃないかなと。例えて言うと、私が未だに麻雀店やっててどんな暮らしを送ってるかってことは、多分もうどうしようもないぐらいの落ち込みようでしょうね。でも苦手分野、もしくは苦手とも意識しない未経験の分野、デジタルに参入したことによって全く別の人生を手に入れることができました。だから私は切に思います。誰よりもアナログだった私が誰よりもデジタルになっただけで、この暮らしが手に入り、おそらくほとんどの自分の欲望は達成されるんではないかなと思います。そういうふうに余裕を手にした時にできるのは、まあ、周りの人へのね、新しい形での配慮なのかなって気がするんで、今回はね、その辺に対して挑戦していこうかなと思いますね。まあ何にしても、いつまでもアナログにこだわっているんではなくて、時代に合わせたデジタルリマスターをするべきかなと思いまして、自分自身を更新していきましょうというテーマでね、話してみました。いらっしゃい。